諦めるなバカ。お姉ちゃん、手伝って、そこのロープ使って引き上げろ。わかった、チカさん、ミユキさん。はい。よかった。最後の最後で大逆転だったね。鏡のお手柄かな。みんな一緒だ。よかったよ。お姉ちゃんも一緒だ。泣かないでよ。まあ、みんなも無事でよかったわ。突っ込みたいけど気力が。やっぱりみんなを心配する鏡萌えでよろしかったですか。あのな、みゆきさん、大丈夫。それにしても最後は本気でダメかと思ったよ。だったらなんで来るの。あの時注意したでしょ。いいわよ、もう。本当に会えないとも思ったんだから。もう探したけどいなくて、ずっとこのままなのかって。何よ、恥ずかしいじゃない。おう、まあそれはそうだけど。おう、ありがとう。もう大丈夫だから。これはなかなか、あのわけの意外とやりやすぜ。だよね、恋人みたいだよね。な、何言ってんのよ。そんなんじゃないわよ。それ本当？いい加減にしないと殴るわよ。それは殴る前に言ってほしかったな。すみません、お話の途中で申し訳ないのですが。
ょっと何を。中指一本立ち剣、鏡やる気だったね。やめろって言ったでしょ、調子に乗んな。別の方法にしろ。鏡グーちゃん、いいツンデレだよ。お前も殴られたいか。遠慮しとく。すみません、お話の途中で申し訳ないのですが。意外とやるね。鏡、攻略されたか？いや、むしろこの場合、鏡が君を攻略したのかな？え？じゃあ二人はそんな関係になっちゃうの？違う！誤解よ！ほら！言ってよ！鏡残酷、振られちゃったよ。彼の心に一生消えない傷を。お姉ちゃんひどいよ。だから違うってば。すみません、お話の途中で申し訳ないのですが。ごめん、私も聞きたいことがあるんだけど。元の時間に戻る方法ですか？やっぱり、わかんない？確実な方法までは。ただ、思いついたことはあります。ゆきちゃん、戻る方法わかったの？確証はありませんが、ですが、可能性は高いかと。教えて、みゆき。私たち、どうすればいいの？やばそうな感じするよね。ゲームで言うと敵の城が崩れる寸前っていうか。この学園は今施したシステムのせいで時間と空間が不安定になっているの。早く出口を見つけないとずっと閉じ込められてしまうわ。ユキちゃん、早く逃げよう。どうやったら元に戻れるの？最初の場所に戻るんです。私たちの出発点に。
れって体育館ってこと？そうです。そもそもの発端は体育館からです。ですからその発端である体育館に戻れば元に戻れる可能性はあるかと。あくまで仮説に過ぎません。皆さんはどう思われます？賛成。他に方法もないしね。決まったわね。みゆき、体育館に行こう。なんでわかるの？話は後。みんな走るわよ。待ってください。バラバラで走ると危険です。それじゃあここは212のフォーメーションで、誰かと組んでマイク後ろのどちらかでよろしく。